ちゃいます、今日は。あ、そう。酒粕ですか。やっぱり皮でしょうね。うん、作れるでしょうね。ネギはもやっとく。うん、やっとこやっとこ。はい、はい、すいません。お疲れ様です。言います。はい。単品で欲しいよこれ。そうだよ。あ、そうなんや。あ、ほら、ほら、余裕やわ。一緒に行ったね、今。江戸寿司。今から全然元気や。全然。食感だよ。やっぱ食やな。それよし、昼間な。昼飯な、めっちゃ噛んでる。誰から見てんの。で、どっから。くれあんか。そうな、あんなね、仕事しちゃったよ。あ、そうか。うん、仲良しくれた。全然思わなかったけど。うまいですか。最高です。うまい。最高。最高。これです。口が出てる。どう。うん。うん。どうも。やっちゃんもうれしそうだったら久々大将って。やっちゃった。やっちゃんと長子で飯行ってないのかな。あの日あれけサプライズで行こうとしとった。どこに？あのから。これ全然わかんない。今また何からしか知らない。わかるな。忘れとったやんか。今度がいらねえみたいな。そうそう。今話にしてね。もうめっちゃやろ。うん。今日も最高天気で。はい、すみません、ありがとう。あのね、あれ牛仕入れないよ。ほんまか。黒いの。あ、言った。いい。ありがとうございます。いい。はい、はい。はい、ありがとう。全身大丈夫だ。めちゃくちゃアルデンテやな。な、な。シコシコやな。あ、コシコシ。うまっ。
いや、泊まんのやったら必要ない、ね、あ、そうか、うん、ちょうど待ってくれみんなついてくる朝早く帰ってこらんのかな、あ、どっかどっかさ、あれは9時ぐらい帰ってたら全然いけない朝早く、うん、ブリうまい、ブリいる、リサ来とったやん、1日ぐらいですか、それはい、食べ物の方がいいの、はい、OK です、はい、そうでな、今はそうなんだけど食べて、うん、いいよ、あかん、こんだけ濃いもんもあるんだ、デブになるわ、サトシ君みたいになるわ、知らないわ、ウエスタバレへんのよ、モデラ男なんや、ウエスタバレへんのよウエストの寿司が太いんだよ、やばい、やばいよな、気痩せするタイプじゃん、マッサージ行けばいいんだよ、マッサージ、うん、もう肩これへんもん、ああそう、腰はマッサージ、あ、なんかどこ行ってたやったっけ、そうそう、めっちゃよかったね、安いし3000円でめちゃくちゃ安いね、何のマッサージ、そのなんか知り合い、今日風呂行く、お帰り、最後なんか風呂セットいるんじゃん、どこの風呂で閉まる早いんやろ、ほらあっこでしてるから、どこ、どこ言うとしてるから、あ12時ぐらいはないとこだね、今12時ぐらい、これは火曜日や、あ、火曜日だけか、けどまあ出入りするのはそこの出入りするお客さんのところ、ああ